今月のテーマは日本酒と焼肉、駅前始まるサンドイッチ。もうね恒例となりましたけども、こちらのイベントですが、本日も JR 秋田支社秋田駅の横田裕樹さん、そしてもうこちらもおなじみですね、秋田生ハゲバーベキュー協会の伊藤智弘さんにお越しいただきました。横田さん、伊藤さん、よろしくお願いします。よろにくお願いします。お、出ました、よろにくお願いします。そうでした、やり直します。さあ、ここからは椎名ちゃん街中応援会、いいですね、ここまではね。よろにくお願いします。よろにくお願いします。ではまずはこちらのイベントについて、横田さんの方から教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、駅前始まるサンドイッチは、2021年の、11月から開催をされているイベントになりまして、はい、毎月第3土曜日にですね、テーマを変えながらイベントを実施しております。はいはい、でこちら今、はい、出ているものが、ちょうど今スタジオで収録しているこのアルレで1回で実施をしたものになるんですけれども、はい、寄り道マルシェさんという団体さんをですね、お呼びして開催をしたイベントになりまして、はい、ハンドメイド作品の販売だとかもやってました。でこちらが、西口広場の方で、こちらノアキャンドルさんというキャンドルの会社ですね、はい、こちらの、キャンドルに、まあ、その光を灯して、非常におしゃれな形で、はい、お店をしておりました。花丸ちゃん綺麗ね。そうですね、なんかインスタ映えこれって秋田の会社なんですか？キャンドル。秋田の会社ですね、はい。すごい、映えそうですね、今のはね。映えますね。こういった過去に2021年からしかもやってらっしゃるんですね。そうですね、もう長いもので、ね、もうそろそろ2年ぐらいに、はい、入ろうかなというところです、ね、すごいですね。何回目とかっていうのって過去あと何回今何回目、うん、今すぐで何回目だ13回目とか多分そのぐらい、ね、13、14そのぐらいでお願いします。はい、終わりました、13、14です。でこちらの改めてプロジェクト名の駅前始まるサンドイッチというものについても教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、この駅前始まるプロジェクトが、はい、まあ、秋田市、まあ、駅前をはじめとした中心市街地の活性化というところを目標にいろんな取り組みをしているプロジェクトになりまして、はい、まあ、その中の一つが駅前始まるサンドイッチという今回ご紹介をさせていただくイベントになります。はい、で毎月第3土曜日にやっているのでサンドイッチということで、うん、こういった名前になっております。なるほど。ちょっと伊藤さんにお聞きしたいんですけれども、はい、今回こちらテーマ日本酒と焼肉ってなってますけれども、はいはい、伊藤さんはバーベキュー伊藤、はい、バーベキュー伊藤ですと私は一応記憶してるんですけれども、はい、今回は焼肉なんですね。今回は焼肉です。焼肉なんですね。で日本酒と焼肉っていうのは合うんですか。合いますよ。やっぱりお肉はですね、はい、一般的には辛口が合うと言われております。日本酒の日本酒も、まあ、今回のこちら鴨志祭りの他にも今これから多分今横田さんの方からもお話しいただきますけども、高清水を楽しむ会というのもね、うん、ありますけれども、まあ、そういった高清水さんとかその他のまあ辛口の日本酒をもうそのまま飲んでいただいて焼肉と組み合わせて楽しんでいただければという、はい、間違いなく美味しいです。花丸ちゃんは日本酒はたしなまれますか。あ、はい、結構秋田の日本酒が好きで、うん、うん、結構甘さのある甘いもの、一泊水星だったり、雪の坊社さんもすごく好きです。食中酒と呼ばれる、本当もうすっきりとした甘さのある日本酒がお好きなんです、はい、結構飲まれる方ですか。飲むときは飲むかなという感じですかね。わかりました、すいません、ありがとうございます。じゃあ横田さんの方にお話をお伺い戻しますけれども、開催の概要について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、今回がテーマが、伊藤さんの方からもありましたけども、日本酒×焼肉というところで、はい、まあ、そのなかなかない組み合わせをですね、楽しんでいただければなというふうに思っております。うん、はい、ではこちらのイベントの内容をちょっと深掘りしてお聞きしていきたいんですけれども、はい、私の手元にある資料で画面にも今出てますけれども、駅前始まるサンドイッチ、秋田の体感鴨志祭り×駅前極寒焼肉フェスということで、まずこちらの A の日本酒のブースからこちらの方からお話お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、まず日本酒ブースが、はい、実は去年の1月もですね、お越しをいただいてたんですけれども、はい、秋田鴨志祭り実行委員会様会こちらにお越しをいただきまして、さまざまな秋田の銘柄の日本酒を楽しみいただけます。はい、今ですね写真にも出てるんですけれども、本当にいろんな秋田の日本酒、が出てくるというところで、まあ、一泊水星なんかもありますし、はい、ありがとうございます、はい、お楽しみいただければなというふうに思っております。はい、
いいですね。これはもうこの場で、試飲したりとか、あとグラス販売とかって感じですか？そうですね、まだ販売の詳細についてはまだちょっと揃ってないようなんですけれども、はい、まあ、去年もその場でコップで飲めたりだとかもしたので、うん、おそらく今年もですね、そういったような形でご用意できるのかなというふうに思っております。はい、であと先ほどもちょっと写真出てたんですけれども、うん、こちらですね、はい、駅ビルトピコアルスの、トピコの2階にある秋田クラスさんにもこちら出店をいただくようなことになっておりますので、はい、秋田クラスさん提供のお酒もお楽しみをいただけます。花丸ちゃん、雪の帽子です。なんか黒いラベルってあんまり見たことない、ね、確かに、うん、私も雪の帽子すごい好きなので、あらどうしよう、運命、ディスティニーだわいいですね。それも楽しめると思います。雪の帽子さん以外でも、はい、秋田の名所を楽しめるということですね。ですね、はいはい、本当にいろんなお酒をお楽しみいただけるかなと思います。はいはい、いやもうこれだけでも十分もう行きたくなりますよ。やっぱりこの秋田 の冬の寒さと日本酒っていうのを楽しめるわけですから、はい、私も当日仕事じゃなかったら、ね、プライベートで行きたいぐらいです ね花丸ちゃんは当日は実仕事ですね。行きたいんですけど、お仕事でここに来るとかっていうのはない、サプライズで。ちょっと聞いてみますぜひ秋田の寒さを体感していただいてご一緒にお願いしますありがとうございます。では次ですね、こちら、グルメブース、こちら A のコーナーの隣にあるこちらグルメブースについてお話ししていただいてもよろしいでしょうか？はい、まあ、今回日本仕掛ける焼肉ということで、まあ、それに合ったようなお店さんをお呼びをしております。はい、まず中屋さん、まあ、こちらキッチンカーでおなじみの中屋さん、はい、こちらお越しをいただきまして、はい、まあ、いろんな、ものを、販売していただくような予定でございます。あと、まあ、駅前にあるイタリア食堂ビランチャさんですね。はい、こちらもサンドイッチの方に毎月お越しをいただいているんですけれども、今回もイタリアンおつまみですとかそういったところを販売していただく予定になっております。はい、あとラムダッチャさんと、肉広場さんにもですね、お越しをいただきまして、秋田県産仕込みのラムですとか、まあ、いろんな肉ですとかそういったところもお楽しみいただけるご予定です。はい、ありがとうございます。グルメブースももう充実していますね。そうですね、まあ、本当にいろんなものが出てるので、ね、繰り返しますけど本当に仕事じゃなかったら、仕事じゃなければ私が食べたい、横田が仕事じゃなければ、俺が仕事じゃなければ当日日本酒飲みながらお金を散財していたのに、散財したいですね残念です、残念ですまあその横田さんの代わりにね、秋田の皆さんがね、この当日楽しみにたくさんいらっしゃるためにも、そうですね、皆様の美味しい顔が見られるだけで、はいはい、やりがいになりますので、はい、喋れますね横田さん、あとずっとリハーサルから気になってますけど、すごいいい声してますよね。ありがとうございます。ね、よくアナウンサーっぽいのに声とかすごい言われるんですけど、ね、本当にラジオ向きというか、はい、テレビ向きというか、じゃあラジオ始めますか当日ねDJ 横田でお届けします。 DJ 横田がねジャックしますねイベントをねいいかもしれない、ありがとうございますじゃあその他にも、こちらちょっと場所変わりますけれども、高清水を楽しむ会というのもね、こちらもちょっと教えていただいてもよろしいですか？はい、でこちらがですね、駅旅コンシェルジュ秋田さんというポポロードの中にある、旅行相談窓口があるんですけれども、はい、そこの事務所の中でやるようなイベントになります。はい、でこちらがですね、秋田でも本当に有名なお酒 の、 高清水 の、 酒造りの様子ですとか、はい、あと蔵の中の様子ですとか、こちらの実際私も打ち合わせの際に見学させていただいたんですけど、まあ、本当にいろんな昔からあるような酒蔵があったりだとか、本当にその見どころたっぷりなので、ぜひですね、モニター動画でお楽しみいただきたいなというふうに思っております。でまた、なんとですね、こちら高清水の3種飲み比べというのも、はい、お楽しみいただけちゃいまして、こちら参加費500円と500円なんですよ。3種飲めて非常にお安くなってますので、すごいですね。そうなんですよ、頑張りました。3種類飲み比べできて、かつその酒蔵の酒造りとかのこう、もう、そうですね、様子を、はい、まあ、見て楽しみながら、はい、そこで作られたお酒を3種飲み比べができる、はい、もう目でも耳でも舌でも至極の時間ですね。もうね、お楽しみいただければなというふうに思っております。あららららら、これ今開催時間が1から4で振り分けられて、はい、10時40分からこれ30分分ぐらいの刻みなんでしょうかね。そうですね、はい、30分ぐらいの刻みになりまして、で大変申し訳ないんですけれども、はい、こんなにお得というか、もう内容盛りだくさんのイベントなので、はい、予約の枠がですね、すでに埋まってしまっておりまして、はい、なんてこったい。なのでただですね、当日枠もわずかながらございますので、やりました花丸ちゃん、飛び込めます行くしかないですね
はい、当日はこのですね、今日一見れたな、はい、わずかではございますがご用意がございますので、ぜひですね、お越しいただいて、まあ、もし満員の場合はお断りする場合も、ありまして、まあ、ちょっとその際はご容赦いただければなと思うんですけれども、はい、ぜひですねお越しをいただければなというふうに思っております。こちら、まあ、もう予約は無料できないですね。そうですね、なので当日、まあ、ちょっと来てみて空きがあればというような形のご案内になります。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあこちら、はい、トピコの案内のままちょっと行かせていただきますけれども、はい、先ほどのちょっとチラシの方の画面戻っていただきまして、駅ビルトピコ内店舗でもなんかサービスをしているということですけれども、はい、こちらの方をちょっとまたお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、で今回ですね、トピコでもちょっぴりサービスというところでご用意をしておりまして、はい、駅ビルトピコの3階の、まあ、中華の、金州さんですとか、まあ、あと、ラーメン屋の臨泉堂さんですとか、はい、まあ、これ3階の店舗中心になるんですけれども、はい、あと秋田比内地鶏屋さんですとか、うん、あとややさんですとか、はい、そういったところでですね、まあ、今回テーマが日本酒ということで、まあ、お酒にまつわるサービスメニューですとか、はい、まあ、ちょっとお安くなったりですとか、いいですね、そういったサービスもありますので、会場で飲み足りなかった方はですねぜひその後も駅ビルにお越しいただいて、2軒目を用意されてるんですね。2軒目も、はい、今回ご用意しておりますはしごイベント、はしごイベントででも確かにサービス内容を見るとほろ酔いセット注文、お客様にお好きなお酒を1杯サービスであるとか、サンドイッチ特別晩酌セット、はい、いいですね。なので、まあ、この後伊藤さんの方からご紹介があるかなと思うんですけれども、はい、まあ、焼肉して、まあ、日本酒も会場で飲んで、で16時に閉まった、いやまだ物足りないねなった時に、物足らないですよ、こちらで駅ビルの方で、なるほど、ぜひ飲食をしていただきたいなということで、秋田の人から4時って言ったらまだ練習の時間ですよ、まだまだ夜始まったばっかりですから、まだまだ、はい、そういった時間も設けれるわけですね。そうですね、はい、でかつそちらと合わせてツイッターの方の秋津賀インフォの連動企画というのもなんかこちらあるようですけども、こちらについても教えていただいてもよろしいですか。はい、実は弊社の方で今年じゃないですね、いつまでも2022年気分だったんですけれども、まだ横田さん2022年を生きてらっしゃるすいません、結構生きてましたまだ13月ですね今ね失礼しました。2022年、去年のですね7月からアカウントを開設しておりまして、はい、JR 東日本秋田支社公式秋津賀インフォという名前でですね、はい、開設をしているんですけれども、そちらのアカウントを、まあ、フォローしていただきまして、はい、当日サンドイッチの会場にお越しいただきまして、会場の写真、まあ、日本酒飲んでる写真でも お肉焼いてる写真でも何でもいいんですけど、はい、その写真とハッシュタグサンドイッチとつけて、うん、ツイッターで投稿していただくと、はい、我々探しまして、そこで抽選で10名様になんとですね、このシードル、はい、日本セット、弊社で出しているようなものになるんですけれども、はい、スガニャンシードルネプタ日本セット、こちらをですね、郵送でプレゼントをさせていただくという企画になっております。こちらもお酒なんですね。今回はもう酒尽くしでご用意しております。お酒尽くしじゃないですか。酒尽くしでございます。スガニャンシードルネプタ日本セットですね、はい、このスガニャンっていうのが、はい、弊社で、デザインをしている猫の津軽の地区のイメージキャラクターみたいなところになるんですけれども、まあ、そのシードルをですねご用意しておりますので、イベントが終わった後も絵柄がネプタなんですね、絵柄がネプタなんですよ、これ可愛らしい特別デザインになってますので、ぜひぜひこちらも、はい、あれ、ね、ツガニャンなんか被ってるんですか、あれツガニャン、これ何か被ってますね、可愛らしいのがね、これネプトかな、ネプトですかね、ね、可愛らしい、まあ、こちらの方フォローしていただいて、そうですね、はい、当日会場の模様を写真を撮っていただいて、こちらハッシュタグサンドイッチとつけていただけると、はい、横田さんがそれを探して、はい、抽選で10名様にツイッター必死に探しますのでさかのぼりますのでエゴサーチするんですね。エゴサーチしますのでぜひですね、どんどん投稿していただいて、はいはい、抽選で10名様にシードルネプタ、プレゼントいたしますので、こちらもぜひはい、やってみてください。はい、花丸ちゃんはシードル飲んだことありますか。ないですね。シードルリンゴのお酒なんですか、ね、そうですね、はい、リンゴのお酒です。スパークリングというスパークリング系ですかね、うん、はい、飲みやすい感じで、ね、飲みやすい感じで、いいですよね、はい、ぜひ今度飲んでみてください、はい、美味しいので。ではすみません、伊藤さん、はい、お待たせいたしました、はい、まず横田さんにもずっとお話ししていただきまして、はい、駅前広がるサンドイッチの模様、まずたっぷりと私は花丸ちゃんも含めてもう、あ、これはもう楽しめそうだと、はい、もうここだけでももう今行きたいっていう気持ちが今もう高まってますけれども、ですよね、メインのメインですよ、よろしいですか、缶焼肉というのが残っているので、はい、こちらの焼肉ブースについてちょっとお話をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、秋田生ハゲバーベキュー協会の代表の伊藤と申します。よろ肉お願いします。よろ肉お願いします。よろ肉お願いします。バーベキュー協会でやってるんですけど、今回は焼肉ですバーベキューではありません焼肉です
ふざけてるわけじゃないんですよね。焼肉です。大真面目なんですよね。はい、真面目にやっております。ですね、君は氷点下の世界で焼肉を食べたことはあるか。ないか。ないです。ないと思います。花丸さんもないよね。ないですね。まあ、そういったあの非日常的な空間を秋田駅前で、はい、しかも炭火焼きの七輪でつつき合うという、なんともクレイジーなイベントでございます。はい、なんかテントとか設けるんですか。全くありません。寒さとか風を避ける。全くないですね。若干あの西風が、まあ、ちょっとね、あの囲まれているので、はいはい、あの突風が吹くというビル風がね、たまにそういうのが予想されますね。あの、全くないので、はい、楽しんで、その寒さを楽しむという本当にクレイジーな企画なんです。はい、逆に今興味津々です今。はい、あ、そうですね、こちらのようにですね、こちらのそのきっかけなんですけど、はい、私10年くらい前に、はい、とあるニュース番組、北海道でこんなのやってるよっていうのを紹介されてまして、はい、これ見た時になんだこれと、ね、あのこれも北見駅前でですね、本当、はい、吹きすさらしのところで七輪を囲んでみんなでこう焼肉を食べてるんですけど、はい、その白い息を吐きながらハフハフ言いながらみんな超笑顔で楽しそうに食べてるんですよ。なんだこの連中はと思ってですね、このまさしくあの秋田よりももっと北なんでマイナス10度とか20度になるそうなんですね。マイナス10度、はい、10度は必ずなってるそうで、はい、その中に皆さん食べてるっていうのを見てですね、ここ衝撃受けてですね、あの冬の寒さをこうやって真正面から捉えて楽しんでいる北見市民のこのたくましさ、うん、実際伊藤さんはあの北見市には行ったことは、まだ行ってないんですよ。まあ、今年は行きたいなと思っていたんですけど、はい、ちょっと折り合いつかなくて、はい、まあ、あのいろいろこう動画とか YouTube も出てますので、はい、見ていただければその楽しさというか、うん、ちょっともう飛んじゃってるなっていうのをこうあの分かっていただけると思うんですけど、それはですね、それはでも今回飛ばせるんですよね、参加者の方々にね、はい、ちょっと寒さがちょっと足りないんですけど、ね、マイナス 2、3度くらいかもしれないですけど、来週もっと寒くなってくれないと、もうちょっと寒くなってくれないと困るんですよね。極寒と言ってるんだけどですね。まあでも、でも寒いかなっていう中でですね、はい、非日常空間を楽しんでいただければと思います。はい、はい、ちょっと楽しみ方はちょっといくらかあるんですけど、はい、ぜひお願いします。大丈夫ですか。はい、まずはです、まずは最大限の完全防寒で、はい、もう完全防寒で、はい、もうスキーに行くような格好で、はい、あとカイロとかあと座椅子とかですね、はい、もうそれも非日常ですね、本当にね。駅前にそんな格好で行くんですもんね。そうです。どっかで着替えた方がいいかもしれません。はい、で、前売り券が後で説明しますけど、はい、前売り券がありまして、はい、その、まあ、電子チケットを見せると受付でお肉と交換されます。あ、なるほど。はい、そのお肉を持って空いている席、まあ、七輪のブースがこうあるんですけどね、はい、炭火の七輪のところに座っていただいて黙々と食べていただく。今回七輪はどれくらい用意されるんですか。七輪は25個です、ね、25個、はい、駅前に七輪が25個です、はい、それだけでも見応えがありそうですけどね。 その煙と寒さを全身で楽しむというイベントですね。はい、ぶっ飛んでんな、はい、白い煙が立ち上がると思います。はい、消防さん大丈夫ですのでしっかり防火体制を整えております。はい、はい、で、まあ、当然寒いのでですね、肉やタレがもしかしたら凍っちゃうかもしれません。なので焼いたらすぐ食べてください。すぐ食べるっていうのがコツです。はい、はい、焼いたらすぐ食べる。すぐ食べる。はい、冷えちゃいますんで、はい、硬くなっちゃいますんで。はい、はい、でもし炭が足りなければスタッフ呼んでください。なまはげバーベキュー協会の炭の達人がいっぱいいますので、安心安全でいらっしゃるんですね。炭をコントロールしておきます。魔術師が、はい、炭を補充もします。はい、あと当然ですね、秋田鴨ちまつりさんが隣にありますので、いらっしゃるから美味しいお酒を買って一緒に楽しんでいただきたいと思いますね。それこそ今回のこのイベントの醍醐味ですよね。そうですね、やっぱ日本酒と、はい、日本酒と焼肉、はい、あくまでも焼肉やらないんですね、バーベキューは。やらないです。塊肉は絶対やらないですね。絶対やらないです。バーベキュー協会ですけどやりません。はい、あとこの後あるんですかね、極寒ステージっていうのもありまして、極寒ステージ、はい、極寒焼肉にとどまらず、はい、ステージを音楽ショーを見ながら、はい、食べながら、食べていただきたいと思います。はい、12時からネパールダンサー のリマさん、あ、リマさん、はい、リマさん、はい、こちらの方でもね何度か来ていただきましたけれども、はい、
あと手裏剣さんって言いまして、手裏剣さん、その次 の山田、いつもですか、あの歌う薬局屋さんです、はいはい、山田健一さんのギターと一緒に、はい、まあ、デュオでやるっていう手裏剣さんっていう、手裏剣さん、山田さんも大丈夫です、指動きますかね、大丈夫らしいんですよ、大丈夫らしいですか、ね、去年どっかでやったらしいんですけど薬局の、ね、人ですからね、もしかしたらそういうね、まあ、軟膏を塗ってねテロテロの状態で弾くかもしれませんね、手裏剣さん、はい、でその次は山田さん本人で、ね、ソロで、はい、歌っていただいて、で次4番目が秋山拓人くん、秋山くん、はい、中毒系、ちょっと一回聞くともうそうですね、忘れられないという、あの子も違う意味でぶっ飛んでますからね、うん、そうですね、はい、あの歌声が駅前にまた響きます、極段の歌声をね、はい、もう聞いたらもう どうにかなりそうな本当期待していただきたいです。であとスペシャルゲストっていうことで、はい、調整中だったんですけど決まりまして、はい、秋田の若手演歌歌手の神崎陸くん、あら神崎くん、陸くんが、はい、陸くんが来てくれます、最後にですね、これ秋田の演歌の王子が、そうです、演歌王子が駅前に降臨しますか、はい、あらあらすごい、極寒の中歌っていただけるということになりまして、ね、これがスペシャルゲストということになります。ステージを楽しみながら、かつ焼肉も焼き、はい、かつ日本酒の飲み比べも楽しんでいただくという、はい、至れり尽くせりじゃないですか、はい、あと2つポイントがあって、はい、まあ、あとはですね、食べたら来た時よりも美しく帰っていただきましょうと、あもうで会場もゴミも分別、はい、ボックスを用意してありますので、はい、きれいに分別していただくと、いいですね、一番最後に大事なのが、はい、どんなに寒くても笑顔で楽しみましょう、はい、なるほど、絶対寒いなんて言っちゃダメですね、ダメですね、美味しいしか言いませんね、美味しいしかない、美味しい楽しいだけですね、美味しい楽しいです、はい、いいですね、そういった心づもりで、チャレンジャーを求めております、はい、はい、ですね、一部と二部に分かれてまして、はい、一部が11時から、11時から、はい、1時間、2時間の予定ですけど、はい、2時間いる人はいないでしょう、はいはい、第2部は1時半から2時間用意しております、はい、まあ、頑張って、はい、2時間は入れられますので、一部、はい、2部と来てください、提供の、ね、お肉ももうだってこれ秋田ゆり牛とか、はい、そうです、比内地鶏とか、はい、これで発売金額6000円となってますけども、はい、これはペアで6000円ですね、ということですよね、2人前で6000円ですので、お一人様3000円ですよね、はい、破格すぎやしませんか、破格すぎます、これは正直やってられないです、はい、やってらんないですよやってらんないんですけど、やりたいんですよ、やりたいんですよね、我々がやりたいだけなんで、はい、もう伊藤さんの熱い思いで今この極寒焼肉、多分皆さんだいぶもう熱量伝わったと思うんですよ、はい、なんで伊藤さんすいません、そうそう時間がもう今来てしまいまして、はい、ありがとうございます、今一言ずついただくので、はい、その時にまたお伝え忘れがありましたらぜひお伝えいただければと思います、はいはい、で、横田さんにちょっとお話戻しますけれども、翌2月にも一応イベントがあるそうですけれども、なんかそちらの方についてもなんかこう話せる範囲でよろしいのでお話しいただければ、はい、2月がですね、はい、まだ公式発表がまだなので、まあ、はい、詳細までは発表できないんですけれども、はい、今回鎌倉をテーマに、めちゃくちゃ喋ってますね、すいません、はい、ネタバレしちゃいましたまたどんな鎌倉が出るかわからないので、はい、ちっちゃい鎌倉かもしれないし、はい、でっかい鎌倉かもしれないし、はい、角生えちゃってるかもしれないし、はい、当日ですね、その答え合わせをしに、ぜひですね、会場にお越しいただければと思います。雪降ってほしいですね、ではね、降ってほしいですね、降らないとイベントが成り立たないので、ね、来週のイベントも寒くなってほしいですし、そうですね、わ、ね、かりました、すいません、ありがとうございま す。では改めて最後に、はい、お一人ずつから、はい、横田さん、伊藤さんの方から、こちらのイベントについてお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回ですね、まあ、伊藤さんもおっしゃってましたけれども、はい、本当に寒さを楽しむイベントということになってまして、このイベントの名前もですね、秋田を体感ということで、体で感じるの体感と、はい、耐えるに寒いの体感をかけてるんですよ、はい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 、なるほど、本当に寒さを楽しんでいただければなと思うので、うん、家でこたつで、ね、ゆっくりするのもいいですけど、はい、あったかいところでショッピング楽しむのもいいですけど、はい、この日ばかりはですね、秋田の寒さを楽しんでいただければなと思いますので、はい、ぜひ会場にお越しいただければなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ伊藤さんお願いします。はい、右に同じです。はい、以下同分ってことですね。そうですね、はい、秋田でしか、寒いところでしかできないイベントです、はい、東京では絶対できない、はい、九州南の国でも絶対できないイベントですので、はいはい、ぜひ寒さを楽しんで、北国だからこその楽しみ方、良さがあるということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今
今日は毎月恒例の JR イベント駅前始まるサンドイッチ、こちらの PR で JR 秋田支社秋田駅の横田裕樹さん、秋田なまはげバーベキュー協会の伊藤智博さんにお越しいただきました。横田さん、伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。